にかけられる。星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む、こんな依頼はいかがでしょうか？なんて？さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたらオルモス校にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよそれ。ええ、よっ、ちょっと聞けた。依頼人ですか？実は、単にあなた方がこういうことをするのを。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。ナヒーダだったのか！オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言う。うん。それ、初めからってことじゃ、それで、ええ。前にあなたたちと別れてから、ずっと深い眠りについて、やっぱり、かし、夢の中で、私は花壇の中央に座っていて、スメール、私は、飾り付けられた巨大なフロート車の上で、花の騎士、ファーリスに高くかか、ナヒーダ。もしかしたら本来の花神探査は、その夢と同じ感じだったの。あら？私はとても楽しい夢の話をしているのに。いやいや、同情だなんて、もっとかわいそうに見えちゃうじゃない。そういえば、ドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつ、どうなってるんだ？ええ。目覚めた後、彼女のお見舞いに行ったわ。その時は、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる、死域とも言えるマリン病。でも、今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか。おう！万が一、過信短日のリンネみたいな事件がも。ええ。賢者たちを調査し、計画を阻止することを一番に考えましょう。だな！冒険者たちのみんな！悪い！さあ、賢者たちの計画をどうやって調べるか。ナヒーダはもう何か思いついたのか？実はすでにいくつかの方法を試みて。ダメよ。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは、関係のない学生を巻き込んで彼らの人生を狂う、そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろに。それもそうだな、さすが神様だぜ。その方法はすでに試したけれど、教練員の者は内部の重要人物から30人団の護衛まで、みんなアーカー社端末を意図的につけていなかったの。
彼らはかなり早い段階からアーカーシャタ賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、だから相手の本当の狙いが定かでない今、何せ今はスメールし、ナヒーだ。実はまだ方法があるんだよ。実行不可能な案を先に否定しておくことで。わかってるって。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状、重要人物の意識に直接憑依することも。だったら、無実でない上に。それって、内通者を作り、オイラたち、前にアルハイゼンってやつと知り、実は、もう人選は決めてあセットアンデー。ああ、覚えてるぞ。確か、いっつ過信短日のリンネを過ごすたびに、あいつに会ってたからな。確か、いっつも偉そうに、きついしゃ。ええ。私は普段、いろんな人々を観察することが、彼女は砂漠地帯出身なんだけど、学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中で、砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。セタレという名前には、その後、太陽はた、でも、ほどなくして彼女は、灼熱の太陽、星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも、でも結局、彼女は、白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを、心の奥底に隠してしまった。今の話だと、でも本当は教練員のやり、確かに複雑な問題。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずの、ええ、もう一度セタレに問題を直視してもらうために、うまくいけば彼女から情報を得られるだけでなく、彼女自身も贖いの機会を得られる。私の見ていた限りでは、セタレは10日に一度休暇を取って、教練員を離れ、一人でシティに来て買い物をするの。そしてちょうど、明日の午後が、彼女のショッピングデー。つまり、チャンス、下準備にまずは、か、ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を。いいえ、セタレに関する情報。話し方と迷える子羊たちよ。自らの運、神の英知あふれるおこ。え、そうなの？し、うん、私の友達が未来について迷っているので、どうか彼おや、どうやらハールート風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回りを演ん、なんでもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。恋愛運、ふむあなたと縁のあるものは、ハールート、ま、はあ、わかったわ。そうでしたか。今度は猫の餌でも持ってきて。よく、ええ、セタレがスメールシティに来たば、後で彼と話を。お客さん、陶磁器を見てかないか。ええ、ちょ、お、君のことは知っているよ。僕、お聞きしたいのですが。親父から習ったのさ。実はやがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り、自分の好きなこと。そうですね。お父様は今も盛んを。いや、何年か前、作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。そうだったのですね。
お父様が幸福な老後を送られることを祈っています。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品…そうか、安心してくれ、きっと満足のいく品物が揃…ここが最後の場所よ。シェタルはすごく詳しいんだね。スメールの民を見守るか。あなたを港口のあたりで見たことがある。そうなの。ええ、他の方。あの時ですか。昔から船舶、私は理由栄光で育ったものですが、それでもいつも各界の学者と。なんと素晴らしい学問。みんなすごく。ここのレストランに近。ああ、そうなんで。そうだったんです。ありが。これで全員。ええ。でもこんなにたくさん。シェタルは逃避することにな。前にも言ったでしょ、たとえデタラメでもこういう砂漠地帯の信仰は。あ、分かった。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、でもそれって、まず本物のスカーレットキングを出すことは不可能。単にスカーレットキングの信徒を装って。でももし私セタレの知り合いに憑依する。ええ、アーカー社を通じて憑依した後自然に振る舞えれば憑依がバレないように。あの人と。そうだから。うえおいら大丈夫よ。私が憑依してから感覚をあなたに。そんなに簡単だった。私人間の観察はずっとしてきたけど。ああ確かにそれは傷、うん、で、そうだな、これも。え、では、あす。よっ。来たぞ、セタレだ。やっぱ。まずはこっそりついていって、どんな話でセタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから。信じ。緊張する。話が始まったみたいだぞ。隠れた。そうね、確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も。ねえ、聞いてるわよ。恋愛。そう。あら、猫ちゃんたちが。この子たち普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ。そうそう、ハールートちゃんにマルートちゃんね。本当に。そうだ、
今日はな、それがまた恋愛運を占ってほしかったんだけど、正直最近は心が乱れてる。いっそのこと私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に一刻も。そう、わかったわ。ふん。神はこう言っているわ。セタレ、なぜ家に帰らない？家に帰る？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は、ごめんなさい。神様、ごめんなさい。ねえ、聞きたいんだけど、ナビア、君の耳元で話してるのは、幼稚で無礼な問題ね。もちろん、もスカーレットキング？道理でそのこと。確かに最近スカーレットキング復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令員がわざと。無礼な。私はスカーレットキング様のもっと。いいえ、私はただスカーレットキング様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん。それじゃあ今日は。待って。小走りで行っちゃった。悪くなかったわ。セタレも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄についてここに来て急に問いかけられるなんて、さぞナヒーだ。お前、これは実践に欠ける知論派の理。さて、そんなこと。やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。ちょっと予想外のことに遭遇しただけ。そういえばこの間仕事の紹介をしてほしいって言って。ああそうそう、お父、そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復し、ふう、よかったわ。実は私、君のお父さんの。そういえばお父さんは。ああ、オルモス校の方で言う。じゃあ機会があったら手紙でも送っ。君のお父さん結構気が強いでしょ。うん、それでセタレはどっち。君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら、アキム、英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題でも、ことが終わった。セタレがもうキサンと話し始めてるぞ。早く行こう。さんは最近その誰かが吹き押しに来るとか。待って、屋根裏。確か、その実は最近屋根裏ところで。そうですね。へな、待って、君がそれに。教令員の小細工で全ての民を。貴さん、おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが、私からしたら今日。それ以上言わないで。ここまで来たのに。セタレは。いえ、あ、衛兵のとこ。ここが肝心よ。ねえ傭兵さん、君は30人。落ち着いてください。
異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始め。異教？どのような異教？スカーレットキングよ。私の知り合いの多くが。ありえないことはあり。どうして？スカーレットキング様は永遠に滅びた。もう逃げるのはおやめなさい、セパレ。今のあなたは、あなたのいるべき砂漠はここではないのです。スカーレットキング様の民よ。英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というか、おかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない？今日はどこに逃げ、確かに私はずっと罪悪感から逃げ、でもどれだけ逃げても罪悪、問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。それに苦痛の中で研究を続ける。どうして私のことをそんなに知っているの？そんなことよりも重要なのは、私たち、あなたがこれに協力してくれる。実は私は神を信仰していないの。今、私、今の賢者たちがしていることについて。私はただ、無教量産過程、プロジェクトの全容については知らないわ。私は大賢者の要求に、でも、確かに気になることはあったわ。聞くところによると、教令院に対抗するため、私たち、リスクを犯してもいいなら、チャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手。ただ機密ファイルを手に入れても そうね、一番原始的。教令院の入り口？安心して、わこっそり抜け出したりしたらそれこそ疑われる可能性。わかりました。ところでこの計画を終わらせれば私は罪をつ。それは送信。そうね、今回の件で危険にさらされたのはもしかしたら私も。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得。旅人の構成は実に巧妙だったわ。時間は明日の夜と決まった。祈る？そう言ったって私、それは違うわ。持っている。シー、今晩は隠密行動しないとなんだぞ。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠であるか、万が一予想外のことが起きた場合、私の意識が外部にいることは教令員もまだか。おお、そうだよな、そうだろうと思ってる。まあとにかくそういうことだ。うん、気をつけた方がいい。おかしい？何がだ？夜なんだから静かでと。彼の言う通りよ。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。ええー、
じゃあ違和感の原因は私。おう！本当に人が少ないな。教令院の入り口もこれくらい静かで、衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。時間になんでこんなに人が集まってるんだ。凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの。潜在意識に情報を投入できるようアーカーシャ端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ。みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファトスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来ればナヒーダ大丈夫かな。オイラたちはナヒ…まさかこんなと…博士、名前は前に賢者たちですら恐れるっていうのはどうやら博士の…そうだな。こうなるとスメール教令院でも今度は一体何をしようと…おう、ナヒーダ、あの時シティの外で会おうって言ってたけど…え、それって。ああ、そうか、あの時ティナリはきっぱり。そうと決まれば。